キリル・レオニドビチ・ハリャビンは、ロシア出身、スペインの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、サラ・ウルタド・クセニア・モンコ。2011年世界ジュニア選手権優勝。2009年、2010年、ISU ジュニアグランプリファイナル優勝。4歳でスケートをはじめ8歳で、アイスダンスへ転校。2000年に、クセニア・モンコとカップルを結成した。 2009から2010シーズン、ジュニアグランプリシリーズで2連勝、ジュニアグランプリファイナル、ロシアジュニア選手権でも優勝を果たした。世界ジュニア選手権では3位に入った。2010から2011シーズン、世界ジュニア選手権を含め、出場した試合では全て優勝を果たした。2011から2012シーズン、スケートアメリカと中国杯に出場予定だったが、 9月に伝染性、単核球症に感染し、出場を辞退、ロシア選手権で復帰し5位に入った。2月にはコーチをアレクサンドルズーリンとオレグ・ボルコフに変更した。2013年国別対抗戦には、エカテリーナ・ボブロは、ドミトリー・ソロビエフ組の補欠として出場し3位となった。 エキシビションは高熱のために出演を辞退した。2014から2015シーズン NHK 杯で2位となりグランプリシリーズで初のメダルを獲得した。ロシア選手権でも2位で初めて表彰台に立った。欧州選手権ではロシアの3組の中で最下位の10位に止まった。初出場の世界選手権では8位。2015から2016シーズンロステレコム杯では 練習中にモンコが怪我をし、FD を危険。ロシア選手権も同じ理由で欠場した。2016年9月21日、ロシアからのリリースが決定し、サラ・ウルタドのカップル結成とスペインへの国籍変更が発表された。2010年、JGP ファイナルの表彰式でのハリャビン。ありがとうございます。